さあ3ボールノーストライク、打っていった、センターの前に抜けていきました。萩尾雅也実戦初ヒットになりました。矢清水さん、1本ここで出ましたね。これで少しねまた変わっていくんじゃないですかね。気持ちの面でもそうですね、全然違うと思いますしね、まあ、よくスリーボールというところから、はい、ここも切ってね振り行きましたよね、スイングなど見ていて今のバッティングどうでしたか。まあ、やっぱり高めの、ね、ボールに対して、まあ、スリーボールというカウントもありますし、ある程度まっすぐでね、はい、イメージしてそういった中で打ちいったと思うんですけど、ドラフト2位ルーキーの萩尾に、まあ、実戦初ヒットが飛び出しました。スリーボールノーストライクから高めのボールをしっかり弾いていきました。まあ、バッティングカウントでね、触れるボールをしっかり振りに行って捉えたというヒットだったと思うんですけども、まあ、1本出たっていうことがまあ大きいですよね、やっぱりいろいろ思うところもあったと思いますし、はい、どうしてもねなかなか結果が出ないときというのは打席で余裕がなくなりますから、いつも以上に動きが慌ただしくなったりだとか、まあ、ゾーンを、ね、広くして追いかけすぎてしまったりだとか、まあ、逆に慎重になりすぎて打てるボールに手が出せなかったりだとか、まあ、通常ではあまり起きないようなことがね、起きるケースあるんですけども、まあ、今の1本で、ね、だいぶ変わるんじゃないですかね。